キッズが喜ぶ曲を作ってほしいなと、はい、CD デビューしてから CD デビューするんですか、はい、全国流通でライブキッズあるある中の人が DJ で盛り上がる曲作ってみた。こんにちは、ライブキッズあるある中の人です。今回なんとね、リビジョンオブセンスに洋楽のセックスオンザビーチカバーしてもらうことが決まったんですけど、権利者に許諾を取らないといけないということで、今回のセックスオンザビーチに関しては富士パシフィックミュージックに参りました。一応ね、電話で問い合わせた上で、今回は特別に直接ね、いろいろ教えてもらいながら編成させていただけることになりました。ということで入ってみようと思います。失礼します。ライブキッズあるある中の人と申します。よろしくお願いいたします。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そもそも音楽出版社って何なんですか？音楽出版社っていうのは作詞家さん、作曲家さんなど契約を結びまして、楽曲の著作権の管理、それを開発で、そしてプロモーションしていくっていうことを主に行っております。例えば今回ご使用いただく曲とか、はいはい、この楽曲を使いたいですとかっていうことがあれば、そちらを窓口となって調整して使えるようにとか。なるほど。申請って具体的にどうすればいいんですか？基本的にはまず JASRAC さんのページに飛んでいただくと、はいはい、JWIT っていう検索、楽曲が検索できるものがあるので、はいはいはい、そちらで楽曲を特定していただいて、そこに出版社の名前が書いてあるんですよ。ここにまずお問い合わせをいただく。なるほど。どのように使いたいかっていうのを聞くんですね。その内容をまた具体的に教えていただいて、申請書を書いていただくという手順になります、はい、申請書っていうのはこれですか？これです。ホームページ上にも載っております、ね、ああなるほど、はい、じゃあ一応電話で問い合わせた後にこれを書くということですね。そうですね。作品コードは何番ですか？はい、はい、ですね、これですね、はい、1のこれ試写、はい、これ1、2、3、4人いるので。マジっすか？4人か5っすかこれ。そうなんですよ。一応これで代表書です。大丈夫ですかね？はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。返信が来ました。申請の結果いただいてないので、無事権利関係の確認が完了しましたので、ということで許諾がおりました。イエーイ。このアルバムね、他にバックドロップシンデレラの教えて、アルプスの少女、はい、ザ・ナゲッツのトレントレイン、めでたい頭で何よりのマルマルボリボリ、ディビジョンセンスのセックスオンザビーチ、ポットのチュージートレイン、ドラマチックアラスカのライブキッズアラなんて、これはオリジナル曲ですね。それぞれのアーティストがどんな風にカバーするのか、お楽しみにお待ちください。